はい、どうも KB です。今日はですね、ドラムのペダルを踏むときに、ドラムシューズ、まあ、もしくは靴ですよね、を履くべきなのかっていうところの話を今日したいと思いますね。で、結論から先に言っちゃいますと、靴は履いた方がいいと思います。で、なぜかっていうところなんですけど、単純な話、靴で踏むと靴の分の重量があるじゃないですか。で、その重量分がやっぱりそのバスドラのボリュームに影響されるんですよね。そのやっぱりこうドーンっていう、なんかやちゃんとしたパワーのある低音が欲しいっていう時は、やっぱり、靴が、まあ、たかだか靴って思うかもしれないんですけど、それは履いてるか履いてないかで、もう本当に全然変わりますね。なので履いた方がいいっていうことがまず結論なんですけど、で、個人的にどうしてるかっていう話なんですけど、まず、自宅の練習では靴は履かないです。で、なぜ履かないかって言いますと、その、まあ、単純にその家だからっていうのもあるんですけど、あとはその靴を履かずに踏めるようになって、それなりのパワーが出せるようになっておけば、靴を履いた時に当然のことながらその靴の履いた分のパワーが上がるじゃないですかっていうのがあって、普段はその靴を履かない状態でそれなりのパワーが出るっていう練習にもなるかなと思って履いてないんです。実質その家だからって言っても、それ上履き部屋用っていうようでも靴準備しちゃえばいい話なので、なんか単純にそういう意図があって個人的には履かないっていう感じですね。まあ、あとちょっとその最近よくそのスタジオで土足厳禁なところって結構あると思うんですよ。で、そういう場合はどうしてるかって言いますと、まあ、大体スタジオ行く時って基本車で行くので、もう車の中にその上履き用の、シューズが1個もう積んでありますね、個人的には。で、もう行ったことのないスタジオだったら、まあともかく、もう何回か使ったことがあるっていうスタジオだったら、もうそこがだ土金かどうかって知ってると思うので、持ってったり置いてったりとかっていうのは、そこは車に常に積んでて調節はしてますねっていう感じですね。まあ、あと一つ言いますと、そのペダルを踏むときに靴か靴下か素足かっていう、まあ大きく分けるとその3つの選択だと思うんですけど、うちのその生徒とかにはその素足で踏むっていうのは勧めてないですね。で、なんでかって言いますと、やっぱりそのペダルって足のダブルとか結構なんていうのかな、素足だと動かないじゃないですか。当然まあいい言い方をすると安定感があるっていう言い方なんですけど、悪い言い方をすると動かないっていう言い方ができると思うんですけど、そうなってくると、それこそそのペダルを踏む特殊な奏法って大体そのペダルから足が、まあ、横なり前後なり動くじゃないですか。そうすると動きづらいんですよね。っていうのもあって、個人的に教えるときは靴か靴下かっていうところで教えてますね。まあ最初からその素足で踏んじゃってる人はそっちの方が踏みやすいっていう人もいるとは思うんですけど、冬冷たいです。あったかくなるまで時間がかかりますし、ツインペダルだとせっかくこうなんかハットとペダルが温まってきたと思っても、連打で左足がツインペダルの
今度ペダルに行くとやっぱり冷たいので そこはまあ矯正してるわけじゃないですけど、素足じゃない方がいいかなっていう、まあ個人的な意見でしたね。以上です。